ゆらりです。ゆかです。ゆなです。ひめかです。アリアです。ピンク、ラテ、DB、始まるよ。イエーイ。めっちゃ面白くない？すごい、ボリューム感半端ない。はい、というわけで今日の動画は二人の自己紹介動画です。詳しく自己紹介してもらうので、どうぞ。石山由香です。新中学1年生になります。今は小学6年生です。12歳です。よろしくお願いします。松本優奈です。新小学6年生です。今は小学5年生です。11歳です。よろしくお願いします。血液型は O 型です。 B 型です。出身地は東京都です。愛知県です。身長は161センチです。150センチです。好きな食べ物はわかめの味噌汁です。かわいい。ぶどうといちごです。かわいい。かわいい。着替えそうね。休日の過ごし方は家でゴロゴロしたり、レッスンに行ったり、友達と遊んだりしてます。私は土日はレッスンだけど、その後にお母さんと行くカフェでのんびりしたり、名古屋駅を物色してお気に入りのお店とかを見つけて遊んでいます。物色？物色って何？私の性格は、初めての人とかあまり喋ったことない人にはおとなしいとか真面目って言われるんですけど、全然そんなことはないんですよ。おっちょこちょいって言われます。あとちょっとすぐ怒りっぽくなっちゃうところがあります。私は負けず嫌いで、昔は結構リレーとかで一番にならないとすぐ泣いてたって言われてて、男の子相手でも一番を取るまで諦めなかったって言われてて、あとなんか待つのが本当に嫌いで、5分ぐらい行列並んでるだけでああってなって、もうチーンってなってます。ダメだ。特技はダンスと習字とそろばんとスイミングです。でかい。強いんだけど。私は走ることで、小学校の持久走大会で女子の中で1位以外取ったことがなくて、持久走とか小学校の頃なんそうだ。あいや、そっから。特技じゃないけど、髪の毛はよく友達に綺麗だねとか褒められます。超素敵。うん、めっちゃ綺麗。今巻いてるけど。将来の夢は TGC に出れるモデルさんになりたいです。私はアーティストとして活動しながら、モデルや女優としても活動できたらいいなと思っています。はい、というわけで2人の自己紹介でした。かわいい。そして独特。癖。癖。マジで癖。ゆこちゃん、ちょっと気になる。気になる。いろいろなんか、あさりたい。物色したい。物色したい。5年生で物色って言ったことない。なんか物色今も知らないもん、何か。ここ、アホだからわかんない。2人どうだった？初めて。あ、でもちょっと緊張してたかな。うれしい。私っちの初めての動画をまた見返してみてください。こんなのって嬉しい。ね、いいいい、本当にいい。声がツートンぐらい高いね、今より。ゆかです。ゆらりです。ゆめかです。ありがとうございます。はい、というわけでこれから新しいピンクラTVを応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。